おい、うざってえな。さっさと歩け。ねえ、うるせえな。案件官報はすぐそこだ。案件官報、ここか。ああ、入るぜ。ここが誰もいないぞ。奥の方で薬を調合してんだろ。そこの呼び鈴を押せ。これで本当に情報屋なのか。この店からじゃ想像できねえだろ。これで重さを測って調合するのか。ねえ、一体どうやってヤンは情報を。奴の仕入れルートは香港一だ。金製品だろうと闇ルートで仕込んでくる。ねえ、みんな見かけないものばかりだな。日本に漢方薬屋はねえのか。あるけど入ったことはない。てめえは病気に縁がなさそうだしな。こんなものも漢方薬になるのか。何グズグズしてんだ。呼び鈴を押しゃいいんだよ。ずいぶんいろんなものがあるな。ねえ、ここの薬は効くのか。その筋じゃ有名だ。冬虫夏草とかもあるぜ。なんだそれは。土の中にいる虫とかに寄生して育つ植物だ。冬には虫だったものが夏には草になってる。だから冬虫夏草か。そんなものも薬になるのか。需要競争に効くって話だ。まあ、ヤンの野郎は客に言っちゃまがいものをつかませるからな。おい、どこ行くんだ。とっとと呼び鈴を押せよ。こんなものも漢方薬になるのか。時間がもったいないだろ。これが漢方薬だ。最後呼び鈴を押せ。ずいぶんいろんなものがあるな。ねえ、もうくっちゃべるのはいいだろ。さっさと呼び鈴を押せ。ああ、喋るのはいいだろ。おい、いい加減にしろ。呼び鈴をしてヤンを呼べ。おい、もう喋るのはいいだろ。俺が呼ぶ。ボロつきが何の用だ。面倒なことならごめんだぞ。てめえが話しな。修玄達さんに会いたいんです。修玄、知り合いという証拠はあるのか。
種の印が押してあるな。分かった、種に連絡しよう。竜気楼で会える段取りをつけてやるよ。竜気楼？そうだ、竜気楼で男を探せ。黒い服の男だ。黒い服の男、そいつに合言葉を言うんだ。そうすれば主のところへ案内してくれる。竜は眠らない。竜は眠らない。すまんが、大事な薬草を調合している最中なんだがね。竜気楼がどこか知らねえが、まあ頑張れや。お前は行かないのか。ここら東急の縄張りだ。面が割れてる俺様がうろつけどうなるか。まあてめえ一人の方が安全なんだよ。そう言いながら何か企んでる顔だ。なんとでもいい。やばいよ。竜気楼。